次に9番、栗谷議員。はい、栗谷議員。日本共産党の栗谷健一郎でございます。私は新型コロナウイルスの小中学校の対策について質問します。小中学生は突然のコロナウイルスによる休校宣言、緊急事態宣言による休校など約1ヶ月半にわたり学校に行けず、自粛と家庭学習などに取り組みました。やっと学校が再開されましたが、まだコロナウイルス感染は収束しておらず、第2波の危険も懸念されています。とりわけ学校の教室は人との間を1ないし2メートル空ける必要があると言われていますが、40人学級ではとても難しいのではありませんか。また夏休みを、現状はすみません、ありませんか。現状はどうなっているか、どのような対策を立てて見えますか。また夏休みを短縮して授業が再開されますが、熱中症対策はどのような対策を立てられていますか。具体に質問方式、失礼しました、分割方式でお願いします。はい、中田局長。それではお答えを、させていただきます。松阪市の小中学校は5月18日に学校再開となり、分散登校短縮授業を経て6月1日から平常の教育活動を進めているところでございます。議員にご質問いただきました30人以上の学級数について、市内の 小中学校は30人以上の学級が小学校で64学級18校、中学校で、97学級9校がございます。こうした学級の座席配置について1メートル以上の距離を確保することは、困難な状況でもあります。こうした状況の中、令和2年6月16日に、文部科学省から学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式というのが、示されました。その中におきましては、三重県の現段階での感染状況を踏まえると、1メートルを目安に学級内で最大限の間隔を取り、適切な感染対策を行った上で教育活動を実施するということが示されております。ただし施設の制約から1メートルの距離を確保できない場合には、できるだけ距離を離し、換気を十分に行うことや、マスクを着用することなど、合わせて行うことにより、3つの密を避けるよう努めるものとされております。こうした通知を踏まえまして、本市の各学校におきましては、学級内で最大限の間隔を取るよう、座席配置を工夫したり、児童生徒が対面とならない形で教育活動を行うことを基本とした対策を講じております。また感染対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動については、指導順序の変更や指導計画の見直しを行って進めています。例えば家庭科において児童生徒同士が近距離で活動する調理実習や、体育科における近距離で組み合ったり接触したりする運動などについては、年間計画の後半に実施することとしております。さらに、本市の少人数教育においては、小学校17校、111学級、中学校8校、98学級で、国語、算数、数学、英語等の一部の教科ではありますが、学力向上を図るため、児童生徒の学習理解度に応じて学級を分割し、きめ細かな指導を行う習熟度別学習を実施し、
教室の過密の解消につなげているところでございます。特に感染防止に配慮が求められる給食時については松坂市独自の取り組みといたしまして、全小中学校で手指消毒等の時間確保のため20分程度の指導時間を確保し、感染防止対策の徹底を図っているところであります。こうした取り組みを徹底するため、各学校の校内研修会に指導主事を派遣し、感染防止を前提としながら各教科活動における学習の狙いを実現していく学習のあり方について指導助言を行っているところであります。なお各学校では学校生活全般において児童生徒の健康状態の把握にも努め、登校時には教室に入る前に家庭での検温の有無や健康状態を確認し、発熱等の風邪の症状が見られる場合には当該児童生徒を別室で休ませたり、必要に応じて帰宅させるなどの学校における感染リスクの、低減に最大限努力しているところでございます。市教育委員会といたしましては、新型コロナウイルス感染の第2波も懸念されることから、学校において引き続き感染症について支援を行ってまいります。栗谷委員。大変な努力をされていることに敬意を表するとともに、先の答弁でありましたように、1メートル以上の距離を置くことは困難という答弁を重く受け止めました。一日も早く少人数学級を実現されるために努力されることを要望する次第でございます。次に、今回のコロナによる夏休みの授業がかなり時間数があります。で、私保護者の方や学校関係者から話を聞きますと、コロナも心配だけども、それ以上に熱中症は大変心配だという会をたくさんお聞きしました。で、学校の関係者からはエアコンは本当にありがたいと、でしかし、夏は本当に暑くなって、28度の設定温度を下げるんだけれども、30分経過するとまた元に戻ってしまう、なんとかならんかなというような話もお聞きをしていたしております。そういう点についての見解をお聞きします。中田教長。新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、市教育委員会からは学校における新型コロナウイルス感染症対策マニュアルを示しております。その中でエアコンの使用時においても換気は必要であり、換気は室温に注意し、児童生徒の服装にも配慮した上で、気候上可能な限り常時行い、可能であれば2方向の窓を同時に開けて行うようにすると定めております。このような内容について各学校に周知し、各学校の状況に合わせた感染予防策を行っている状況であります。また昨年度、空調設備整備 DBO 事業により小中学校45校の普通教室等に対しエアコンの設置を行ったところではありますが、市教育委員会において定めた松坂市立小中学校エアコン運用指針においては、設定温度を28度 C でエアコンを使用するよう各学校に周知をしております。設定温度28度でエアコンを使用することを基本としつつ、児童生徒の健康状態に配慮する上で必要であれば、学校長の判断において設定温度を変更し、各学校の状況に合わせた運用を行っているところであります。ご紹介ありました、設定温度の自動復帰についてでありますが、 DBO 事業により設置したエアコンの設定温度については30分経過すると28度へ自動的に復帰する設定になっております。設定温度を下げたまま長時間使用いたしますと、咳の配置によってはエアコンから出る冷風が直接当たってしまう児童生徒が体調を崩す恐れもあり、
あるっていうことから、今のような形で引き続き運用を行ってまいりたいと考えております。はい、以上です。国谷議員、はい、再度繰り返しになりますか、自動復旧を解除することはこれはできないのでしょうか。中田教長。文部科学省発出の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式、これは先ほどもご紹介をさせていただきましたが、その中におきまして、換気は気候上可能な限り常時行い、可能であれば2方向の窓を同時に開けて行うとされております。また気候、天候や教室の配置などにより換気の程度は異なりますが、授業中については必ずしも窓を広く開ける必要はないとされております。このようなことから、授業中においては窓の開け幅を調整した上で教室の室温に配慮し、熱中症対策を図るよう再度周知を図ったところであります。市教育委員会といたしましては、子どもたち自らが自らの健康を考え、例えば水分補給であったり、体育の後など汗をかいた後に服を着替えるなど、熱中症に対して自己管理を行えるよう進めるとともに、エアコンの運用については子どもたちの安全で安心な教育環境を維持するため、あらゆる角度から弾力的に検討を進めてまいりたいと考えております。国谷議員。エアコンの温度を28度に設定している根拠を教えてください。中田局長。エアコンの設定温度については、市教育委員会において定めました松坂市立小中学校エアコン運用指針に基づいております。この中身を見てみますと、下記においては各教室の気温が28度 C を超えた場合には28度 C で設定すると、規定しております。これさまざまなデータとかそういうものを取って、決定をさせていただきました。教室の温度につきましては、学校環境衛生基準におきまして健康を保護し、かつ快適に学習するための温度基準として17度以上28度以下とすることが望ましいと、されております。この学校環境衛生基準を、参照すべき基準といたしまして、松坂市立小中学校、空調設備整備、DBO 事業審査会において協議を行い、空調設備の、機能および性能に関する要求水準におきまして、下記は28度、冬季は19度の温度、室内温度を満足させるサービスを提供することを求めることとしたところでございます。古谷議員。私、学校へ行きまして、先生方に聞きますとね、大変暑くなるんだという話なんです。それで暑くなるのは多分今年のことではなくて、去年の9月からの話だと思うんですね。それで28度に本当に室温があれば、例えば外の空気が30度とか35度になっても、教室が28度になっておればそんなに暑くは感じないと思うんです。だから検証されているのかどうか知りませんけども、28度に設定をしたけれども、今回は去年とは違ってなお窓を開放していくという中で当然熱風が入ってくる。だから28度に機械は設定したけれども、室温は28度ではなくてもっと上がる可能性があるんじゃないかというふうに思うんですね。それはぜひ検証して、でさっきの28度を維持すべきという設置基準というか学校の基準についてね、本当にキープできるような体制をね、ぜひ図っていただくようお願いをしまして、この質問については終わります。それからもう一つ、保護者の方から強い要望があったのは、もう暑さが大変で2リットルの水槽を2つ持っているけれども、特に高学年になりますと重いんだと、でなおかつお昼過ぎにはもうなくなってしまうということで、大変暑さを、そしてまた熱中症にかかる心配をされておりました。で学校によっては、冷水機、ウォータークーラーを、ね、設置するしているところもあるけれども、これはどうなんだという質問がありました。でこの設置状況は一体どうなっているか教えてください。
中田教長、先日行いました学校への調査 を行ったところでございます。全小中学校47校のうち冷水器を設置している学校は小学校が3校で6台、中学校が8校で21台、合計27台という状況でありました。なお冷水器の設置につきましては公費で設置している学校はなく、すべて PTA 費または寄付によるものでございます。栗谷議員、学校への冷水器の設置については特に問題はないのかお聞きします。中田局長、学校への冷水器の設置についてでありますが、学校 保健安全法では児童生徒及び職員の健康を保護する上で、維持されることが望ましい基準として学校環境、衛生基準を定めております。学校においてはその学校環境衛生基準に基づき毎年定期的に、飲料水の水質、水道等の施設整備の設備の衛生状況等について検査を行い、学校における水道水の安全性を確認しているところであります。学校衛生、学校環境衛生基準におきましては冷水器等飲料水を、貯留する、給水器具から提供されている水については給水、節水と、同様に管理されて、管理されていることとされておりまして、有利残留塩素が1リットルあたり 0.1 ミリグラム以上保持されており、外観、周期、味等に異常がないことと定められております。このような状況で管理されておれば学校衛生、学校環境衛生基準上冷水器を設置することについては問題ないと考えております。小谷議員、私が聞きましたところによりますと各自治体で随分差があるという話を聞きました。で、東京23区ではすべての学校に冷水器が入っている特別区もあれば、部分的に、が入っている、特別区もあると。で、しかし、23区で冷水器が全く入ってない行政区というか特別区はありませんという話も聞きました。で、松阪市はこの冷水器の設置についてどのようにお考えでしょうか。中田教育長、まずもって学校における冷水器の使用につきましては、腸管出血性大腸菌 O157 による食中毒の発生を危惧し一時使用を中止した経緯がございます。また現在他の地方公共団体におきましては学校に冷水器を設置しているところも、ございますが、新型コロナウイルス感染症にかかる飛沫感染防止の観点から冷水器の使用を一時中止しているところもございます。冷水器については学校環境衛生基準に沿って適切に管理ができれば熱中症対策として設置も有効ではあると考えますが、熱中症対策と新型コロナウイルス感染症対策との両立を図る必要がありますことから、現時点におきましてはまずは冷水器の使用による新型コロナウイルス感染症のリスクを見極める必要があると考えております。このようなことから冷水器の設置につきましては慎重な対応を取っていきたいと考えております。栗谷議員、それではもう一つお聞きします。保護者の方にこれもお聞きしましたら、家庭学習の中で特に高学年の子どもたち、小学校高学年ですけれども、やはり難しい、それでまた結論は分かってても教え方が違うので、なかなかこの家庭学習で子どもたちを教えることができなかった、こういう不安の声が結構寄せられました。で、家庭によって教育の格差が出ているというふうに大変皆さんも心配してみますけれども、こういうところに保護者の不安に応えるためにどうされるかお聞きしたいんです。中田教育長、今回のコロナウイルスに関わって休業中、それぞれの学校がそれぞれの持っている状況を踏まえてそれぞれが工夫を凝らした取り組みを行っていただいております。それは一律ではありません。
例えば環境の整っているところはタブレットを使った授業がしっかりできました。あるいは、自校が子どもたちの課題をもとに、その課題の中から何かを生み出していくという部分で観察を中心にした学校もございました。いろんな学校が子どもの現状を踏まえてしっかりとこう取り組まれたかなと、そのように思っています。ただその結果ですね、子どもの状況が今どうなんやとか、あるいはその子どもの現状にどういう課題があるのかというあたりは今検証をしているところでございます。例えばこの7月から行いますスタディチェックであるとか、あるいは9月10月に行います、標準学力調査、あるいはその中に質問項目をいくつか入れて子どもたちの現状を確認した上で学力の定着状況であったり、あるいは学ぶ意欲であったり関心であったり、新しい学習指導要領が示す子どもたちの学力感が確実に定着されているかどうかを確認しながら進めていきたいなと考えております。今現在そういう各学校での支援であったり状況把握のために、まあ、私どもの指導主事がいくつかの、全国または県内、国が言っているような、そういう実践事例を持って各学校を回っているところでございます。まあ、そういった実践事例をその学校ごとに生かしながら、議員、ご指摘いただきましたいわゆる学力格差をどう埋めていくか、そういったあたりは非常に大きな課題として丁寧に、また、休校になった当初から計画的に今進めているところでございます。黒田議員。わかりました。次にもう一つお聞きします。で、感染不安により、学校に来てない児童生徒がいらっしゃるということを聞きました。状況や対策はどうなっているかお聞きします。中田教育長。5月18日から学校再開以来、児童生徒の欠席状況には私ども非常にこう注視をしております。注視をし、その内容について学校と連携し把握と対応に努めてまいりました。発熱等の風邪の症状のある児童生徒への欠席数はもとより、感染不安を理由として欠席している児童生徒、不登校傾向の児童生徒の状況について特に丁寧に把握し、必要に応じてスクールカウンセラーにつなげていくことも視野に入れ、担任等が家庭訪問を通して掴んだ児童生徒本人あるいはその保護者の思いや考えを共有するようにしてまいりました。こうした中、昨年度不登校であった児童生徒が、リモートの授業であったり、家庭訪問等を通した中で登校するようになったとの報告がある一方で、感染不安により保護者が登校を見合わせているという児童生徒が存在していることも事実でございます。議員ご質問いただきました、感染不安により欠席している児童生徒の数は、学校の取り組みや、県や市の感染状況が落ち着いている現状から週を重ねるごとにその数は減少してきております。こうした児童生徒の中には、医師より感染によって持病の重症化のリスクが高くなると助言され、保護者の判断により登校を控えている児童生徒もございます。また、保護者がワクチン等が開発されるまで、欠席させたいというふうに思われている、児童生徒もございます。また、それ以前より不登校傾向がある児童生徒もいるところでございます。まあ、こうした状況を踏まえ、各学校においては、学級担任等が中心となって粘り強く家庭訪問等を繰り返し、学習の遅れが生じないよう課題を与え、学校の、状況等も伝えながら丁寧に対応しているところでございます。市教育委員会といたしましては、引き続き学校や関係機関と連携し、児童生徒の心身の健康、状態の把握や、スクールカウンセラーやハートケア相談員による専門的な相談支援等、児童生徒の心のケアに努めてまいりたいと考えております。また、各学校における感染予防に、しっかりと対応し、保護者の安心にも応えてまいりたいと、そのように考えております。黒谷議員。それでは2番目の質問に移ります。学童保育の新コロナウイルス
感染症対策についてお聞きします。今1278人の子どもが学童保育に通っています。ここでの感染予防は学校と同じように子どもの健康を守っていく上で大変重要です。密閉密集密接のいわゆる3密の対策について現状はどうなっているか教えてください。鈴木教育委員会事務局長。はい、それでは、放課後児童クラブの現状とそれから経過を含めて、ご答弁とさせていただきます。まず現在の松阪市の放課後児童クラブでございますが、令和2年4月1日現在、松阪市にある36ある小学校区のうち35小学校区において40のクラブが開設され、公設民営といった形態で運営がなされております。利用児童数につきましては、議員ご紹介いただきましたように、令和2年4月1日現在1278人の児童が登録していただいている状況です。新型コロナウイルス感染症防止による小学校の3月2日からの臨時休業措置がなされた際でございますが、放課後児童クラブについては厚生労働省の通知に基づきまして原則解消してきいただくよう教育委員会より要請をいたしました。これによりほとんどのクラブが小学校の臨時休業中においても解消し保育を実施していただいたところでございます。また解消していただく際に不足する支援員につきましては、休業中における学校生活アシスタントや青少年センター職員等延べ141人を教育委員会より派遣し支援員の確保に努めてきたところでございます。保育実施の際の放課後児童クラブにおける感染症防止対策といたしましては、令和2年1月31日付、厚生労働省事務連絡、保育所等における新型コロナウイルスへの対応についておよび、令和2年2月25日付、厚生労働省事務連絡、保育所等における感染症拡大防止のための留意点についてに基づきまして、対応することとされております。この事務連絡の内容につきましては、それぞれ2月5日2月26日付で教育委員会より市内放課後児童クラブに通知し対応いただいているところでございます。この具体的な内容につきましては、当初前の検温やマスクの着用、手洗いや手指の消毒などが定められ、これらを実施していただくにあたって教育委員会よりマスク、アルコール消毒薬を放課後児童クラブに対し配布したところでございます。またご質問をいただいております3密の防止対策といたしましては、現在利用している放課後児童クラブの専用施設以外に学校施設、図書館や体育館などの学校施設を活用しまして、より広い場所で3密の状況を防ぎつつ保育を実施しているところでございます。以上、答弁とさせていただきます。栗谷議員。私学童保育の方に話をいろいろ聞きましたら、もしコロナウイルスが発生したら責任を取らなければならない、大変不安だ、その児童の中には病院の看護師さんのお子さんもいて、どうしても預かってあげたいけども、そういうことを考えるとなかなかそれができない、そういう不安を抱いているという話をお聞きしました。で、学童保育への責任はどうなっているのか、また保護者会や法人任せになっているというふうではありませんか。その点お聞きします。教育委員会、鈴木教育委員会事務局長。はい、学童保育への責任はというところでご答弁させていただきます。先ほども申し上げましたが、松阪市における放課後児童クラブにつきましては、施設を市が用意し、運営は保護者会や社会福祉法人にお願いをする
公設民営方式で運営がなされております。従いまして日々の運営につきましては、保護者会等に担っていただいているところでございますが、今般の新型コロナウイルス感染症にかかる対応につきましては、これも先ほど申し上げましたが厚生労働省からの事務連絡に基づき、ご対応をお願いしているところでございます。この事務連絡につきましては飛沫感染、接触感染を防ぐ具体的な対策や咳エチケット、新しい、手洗いの方法、正しい、手洗いの方法など日々の保育に関する具体的な留意事項を提供しており、新型コロナウイルスについての正しい、認識や共通理解を深めるものとなっております。これらを実施していただくにあたりまして、必要な物品等には教育委員会より配布しており、積極的に運営を支援しておるところでございます。以上です。君田議員。支援をしているということを聞きましたが、責任という話はありませんでした。ちょっと昭和カメラをお願いします。ちょっとうまくいきませんが、これはですね、子ども未来課が発行された、冊子で、保護者向け、幼稚園向けなど、かなりの分厚い資料を、保育所、そして、認可保育所ですね、これに配布されております。それからもう一つ、これはちょっと見にくいですけれども、これは教育委員会が発行されました、あれ、なんだこれ、ちょっとこれは見にくいですけれども、こういう冊子です、これ、各学校に皆さん配られている、これ、大変分厚い、非常に克明に書いてあります。でところが児童クラブには確かに厚生労働省からの事務連絡が来てます。でその事務連絡はそのものが2月26日、そして、細かい感染対策の対象を書いたのは1月31日付の事務連絡2つが来ています。でこれを保護者会の皆さんはやりなさいということだと思うんですね。だから学校はあるいは保育園については、市からかなりしっかりした独自のマニュアルが出されている。でしかし学童保育はこれをもとにして自分たちで考えなさいということではないかと思うんです。で私全部比較したわけではありませんけれども、この1月31日付の事務連絡の中には私が心配していた学童のも大小ありますけれども、換気対策をどうするのかというのは心配もありましたけれども、換気対策の項はこれは全く入っておりません。でそういう点から言うと本当にこれでいいのかなと。で学校というのはね、校長先生以下しっかりした教師や職員集団があります。保育園も園長さんやまた保育士や職員の体制があります。でしかし学童保育というのは保護者の方が順番に変わっていかれる、そういう点では、経験も蓄積されないし、しかも仕事を持ってみる方ですね。でその人たちが、今回のようなコロナウイルスでどうしていいか分からないという点についてはね、やはりこの自分たちで責任はなきゃいけないというふうに思ってみえたけども、やはり行政の責任や援助というのがどうなのかなということを大変私疑問を持ちました。で、児童福祉法の中でどうなっているかといいますと、国および地方公共団体の責務第21条16、国および地方公共団体は子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供相談その他の、適当な援助をするよう努めなければならない。確かに責任を持てとは言ってません。でしかし
じゃあこれで、学童保育で学校はしっかりやったと、しかし学童保育でクラスターが発生したと、こういう場合にじゃあ責任は保護者会の責任なのか、ではないと思うんですね。このボードに書いてあるように、国及び地方公共団体の責務と、その責務が十分じゃなかったから、学童保育で大きなクラスターが出たというようなことになる可能性があります。で、そういう点では私は学童保育に対する適切な指導や援助、責任ではないにしても、一緒になってですね、学童保育に、さっき言いましたように学校や認可保育園と比べてみても、経験の乏しい方が実際の運営の責任者になるという中で、やはり行政の、やっぱり援助というのはね、もっともっと必要ではなかったのかというふうに思います。こういう点はぜひ検証していただきたいというふうに思いますけれども、見解を教えてください。鈴木教育委員会事務局長。はい、責任はどうなのかというところでございます。もちろんその、コロナウイルス対応といいますと、厚生労働省であったり、文科省であったり、いろんなところから、基本的には同じような内容で、対応策というのが出されております。その辺は、十分に共有を、情報共有を図っておるという認識でございます。あと、その運営に関しましては、それぞれ保護者会であったり、社会福祉法人であったりというところで、独自の運営をされておるところもございます。一律にこうしなさいというところですと、ちょっと違和感のあることかも分かりません。ただ、議員おっしゃりますように、私どもは、設置者でございますので、すべてをその運営側に、責任を持てよって言うとるわけではございませんし、もともとそのコロナウイルス自体が発生したからどこに責任があるんだというところも非常にちょっと難しい話かなというところでございますが、経過の中では、いろんな形でご質問も受けたり、うちも、電話なり、あって相談なりということをたびたびさせていただいております。情報共有を図りながら一緒に考えてきたというのは間違いないというところでございます。以上です。私聞きましたらね、認可保育園の延長会議というのは、定期的に月1回やってみますよと。ただしコロナに入ってからはやってませんと。でしかし学童保育の保護者会の会長会議をどれぐらい出るんですかと聞きましたら、年に1回か2回を市の行政の方が参加するのはこんなことだという話だったんです。で実際じゃあ保護者の方が月1回会議に出られるかというと、みんな働いて子育てやっている方がやっていますので、大変難しい面がもちろんあると思うんです。でしかしそれだけにですね、これやはりこういうコロナウイルスがこの学校ではしっかりやった、保育園ではしっかりやった、しかし学校保育で大きな穴が開いたというようなことがね、これからもあってはならないわけで、ぜひそういう点については検討を引き続きしていただきたいということを申し上げて、次の質問に移らせてまいります。で次に、新型コロナウイルスの影響と生活保護についてお聞きします。新型コロナウイルスの影響で非正規の方が職を失い、住居もなくすということがマスコミでも報道されています。松阪市ではこれまで有効求職者数に対して比較的高かった有効求人数は4月には下降し、逆に有効求職者数、職を求める人の方がどんどん増えてきて、4月段階でほぼ同数になってきました。だから5月6月になれば逆転をしている可能性もあります。社会福祉協議会での緊急小口資金と総合支援資金の貸し付け数も5月は4月の倍になっています。その特徴も休業とともに失業や外国人労働者の申請が増えているとの報告もあります。とりあえず10万円の特別定額給付金や小口生活資金の貸し付けでしのいでいた人が雇用を確保されないと生活する術をなくし、住居を失う路上生活にならざるを得ないような状況にもなりかねません。またリーマンショックの際にどのような時代であったか、当時の生活保護数なども教えて、また見解を教えてください。石川福祉事務所長。
それでは先ほどですね、今の現状況を捉えながら、またリーマンショックの状況の時も含めて、ということでございましたので、私の方からご答弁させていただきます。まず雇用情勢につきまして、先ほどもご紹介いただきましたけれども、令和2年4月三重県の有効求人倍率が 1.29 倍で、前年を 0.05 ポイント下回っております。また松阪市におきましても、同年同月の有効求人倍率が三重県全体を下回る 1.01 倍にとどまっておりまして、今後発表されます5月6月以降の動向をやはり注視していく必要があると考えております。また議員からもご紹介ございました、社会福祉協議会が行っている、いわゆる生活福祉資金の関係でございますけれども、まさかの中におきまして、6月の16日までに873件のご相談がございました。そして、松阪市の生活相談支援センターの窓口におきましても、生活困窮者からの相談が多数寄せられておりまして、特に、住居確保給付金というのがございますけれども、こちらが今年度に入ってすでに6月16日現在で、新規の相談が251件に上っておる状況でございます。なお、先ほど申し上げたセンターでの窓口での相談でございますけれども、やはりその自粛でですね、減収した自営業の方、またパートやアルバイトでシフトに入ることができないといった休業状態の方などが多く相談に来られておりましたけれども、ここ最近では派遣先からの仕事がなくなった等の、いわゆる外国人労働者の方からの相談が増えてきているように感じているところでございます。一方で、新型コロナによる自粛が明けまして、ようやく営業活動が再開されまして、少し自粛前ほどではないけれども、収入が回復しつつあるという方も見えるということがございます。以上のような状況でございますけれども、今後の経済や雇用の回復が遅れれば、近い将来にやはり生活保護の相談であったり、申請がかなり増えるものではないかというふうに考えております。それからリーマンショックの時でございますけれども、平成20年秋の全国的な経済悪化、いわゆるリーマンショックでございます。この時に松阪市の生活保護の受給でございますが、平成20年度から平成25年度にかけて増加を示しました。特に平成21年度から23年度あたりにかけて、急激に増加をし、地方への影響というのはやや遅れて現れてきたように思います。これを保護率の推移で具体的に申し上げますと、リーマン前の平成19年度末の保護率が 11.0% ミル、そしてリーマン後の20年度末が 12.5% ミル、翌年が 14.4、22年度末が 16.2 とパーミルというふうに増加をいたしまして、その後も緩やかに増加をいたしました。25年の1月の保護率の 17.7% ミルをピークにしまして、現在は減少のところでございます。以上でございます。今年に入ってからの月ごとの相談数と申請数、保護受給者数を教えてください。石川福祉事務所長。はい、令和2年によりまして、生活保護に関しての問い合わせも含めまして、相談の件数というのは1月が54件、2月45件、3月67件、4月75件、5月が67件でございます。月平均で言いますと約60件ということになります。先ほど問い合わせということを申し上げましたが、問い合わせとはですね、主に生活を受けにはどうすればよいかといったような内容でございまして、相談件数のこれが多くを占めております。ちなみにですね、窓口の相談では年金が少ないとか、失業したとか、病気で働けないという理由が多い状況でございますけれども、家族に保護の相談をしていなかったり、あるいは多少の預金があるということで、いわゆる助言相談にとどまる場合もございます。それから、保護のですね、申請を経て、実際に生活保護を貸した件数で申し上げたいと思いますが、1月が15件、2月が3件、3月が17件、4月が15件、5月が17件となっております。なお、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による申請が、現在のところは4件でございます。以上でございます。久谷。今お聞きしましたが、今お聞きしたこの相談者数、1月から、5月までの相談件数は合計しますと308件、それから、
申請を受理したのは81件、約 30% で、そして実際に、支給することになったのが、67件、だから、308人が相談に来たけども、実際に受給できたのは 20% と、こういう数字になっております。で、なぜこんなことになるのか、今お話しされました、家族の保護、相談をしてないとか、多少のお金があるかといって、結局、生活保護に相談来る方は相当困っていらっしゃると思うんですけれども、結局、たどり着けない、こういうのが多々、あるのではないかという心配をしています。で、今度、厚生労働省が通知を出して、保護の申請時において、必ずしも申請者の記載事項のすべてが記入されている必要はなく、添付書類の提出を含めて、保護決定前に記入提出がなされることで差し支えないと、事情がある方には口頭申請もいいと、そして申請の意思が確認された方に対しては、速やかに保護申請書を交付するとともに、申請手続きの助言を行う必要があることから、保護の申請書類が整っていないことをもって、申請を受け付けないと、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も現に慎むべきであることを留意願いたいと、そのほか、相談段階における扶養義務者の状況の確認について、扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けないなど、扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行うといったことはないよう徹底されたい、先ほど言われましたけれども、まさかの場合には家族の保護の相談はしてないということで、実際はこれ、追い返されているわけです。だからこれはね、厚労省がコロナ対策もあって、あえてね、こういう通知を出したんだから、この通りぜひ実践していただくことが必要ではないかと、でも今日時間ありませんが、聞きませんが、厚労省通達には、事前に、そういう人を派遣するために、ハローワークや、あるいは水道局とか、そういうところと一緒になってね、早期発見、極度に貧困に陥らない前に、そういう生活困窮者を早く見つけて支援しなさいというところまでやってるんですね。そういう点について具体化をされているかどうかも含めて、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。で、その点はどうでしょうか。そういう事前の、組織というのは作られたんでしょうか。それだけ言ってるんだけど教えてください。石川福祉事務所長。今ですね、議員の方からいろいろ今の厚生労働省のいろんな事務連絡等についてご案内をいただきました。私どもの方も当然その事務連絡をですね、十分に受け止めながら現在いろんなその取り組みをしているわけです。特に新型コロナウイルスの関係がございまして、緩和されている部分もございますので、それに対しては当然適切に取り扱っていくわけでございます。先ほど扶養義務のこと等もおっしゃっていただきましたけれども、これにつきましてもですね、やはり通知を送るので、そういうその案内の、そのいわゆる調査ですね、調査の通知を送るので、そういうことを当然ご了解いただくというような部分も含めてのご案内でございますので、決してですね、扶養調査ができなかったら保護が受けられないよとか、そういうようなことで、門前払いをしているということでございませんので、その点だけご理解をいただければというふうに思います。以上でございます。君谷。はい、安倍首相は、国会答弁で、憲法25条に基づく、生存権としての国民の権利、であるから、しっかり、文化的な生活を送る権利があるので、ためらわずに申請してほしいということで、国会でこういう答弁をしてまいります。で、今、国を挙げて生活困窮者を支えて、そして失業して、路頭に迷いなくないようにと言っておりますので、ぜひそういう点を汲み取って、生活保護行政、これまで以上の取り組みはね、今後どうなるか分かりませんけれども、ぜひしっかりやっていただきたい、このことを要望しまして、質問を終わります。